こんにちは、マネーの研究室の立花龍馬です。今回は SBI 証券の積立 NISA 口座でどのような投資信託を購入積立すればいいのと疑問を持つ方向けに、 SBI 証券が公表している積立 NISA 口座の人気投資ランキングを紹介しつつ、各ランキング上位銘柄の特徴や選び方を注意点を交えて詳しく解説していきます。どの投資信託を積立すればいいか迷っている方はぜひご覧ください。 SBI 証券はお得なクレ積立やポイント還元サービスで積立 NISA など投資信託の積立に人気のネット証券の一つです。このため最近インスタやツイッターなどで SBI 証券の口座開設は終わったけど、どの投資信託銘柄を買えばいいですか、積立 NISA で購入する銘柄を選ぶ上で注意点はありますか、正しい銘柄の選定方法はありますか、などの質問をいただくようになりました。そこでこの動画ではこれらの疑問点に答えるために、 SBI 証券積立 NISA 口座の人気投信ランキングの紹介、また楽天証券など他の証券会社の人気ランキングとの比較、さらに積立 NISA 口座での銘柄の選び方や選ぶ上での注意点を詳しく解説していきます。それでは動画の本編に入っていきます。SBI 証券の人気投信ランキングを紹介する前に、ランキング元のデータをどのように収集したか調べ方を解説していきます。 SBI 証券のマイページにログインしなくてもランキングは確認できるので、 SBI 証券の口座をお持ちでない方もぜひチェックしてみてください。それでは SBI 証券の投信ランキングの調べ方を解説していきます。はじめに SBI 証券のトップページに移動します。動画概要欄にそのページに移動するリンクを掲載しましたので、動画を見ながら実際に調べてみたい方はご確認ください。 SBI 証券のトップページに移動したら、ページの下の方まで移動スクロールします。そうするとランキングというパートにNISAランキングというリンクが現れますので、こちらをクリックします。NISAランキングをクリックするとこちらのような画面へ移動します。こちらでは画面の真ん中左寄りにある投資信託というタブをクリックしましょう。デフォルトでは国内株式のランキングが表示されていますが、投資信託タブをクリックすると投資信託の各種ランキングに切り替わります。投資信託タブをクリックするとこちらのような画面に切り替わるので、ここで積立設定件数積立 NISA というリンクをクリックしましょう。このリンクをクリックするとこちらのようにランキング形式で SBI 証券の積立NISA 口座での積立設定件数が多い投資信託を見ることができます。積立設定件数の他に積立金額でのランキングも表示できますが、今回の動画では大口の投資家に偏らず多くの方の意見が反映されやすい積立設定件数をベースに投資信託のランキングを紹介していきます。それではここから最新のランキングを紹介しつつ、ランキング上位の各投資信託についてファンドの特徴や投資先、ベンチマーク、さらに手数料やリスク、リターンについて詳しく解説していきます。それでは SBI 証券積立 NISA 口座で積立件数が多い投資信託トップ5を紹介していきます。まず第5位は超低コストで人気の SBI V シリーズの投信、 SBI V 全世界株式インデックスファンドです。この投信は全世界の株式市場への投資を目的としたインデックスファンドで、 FTSE グローバルオールキャップがベンチマークとなっています。ここで初心者の方向けに用語を復習しておくと、インデックスファンドとは日経平均株価やトピックス、ニューヨークダウ、 S&P500 のように株価指数などと同じ投資パフォーマンスを得ることを目的とした投資信託のことです。またベンチマークはインデックスファンドが連動する株価指数などのインデックスのことです。投資用語を復習したところで SBI V 全世界株式の特徴の解説に戻ります。 SBI V 全世界株式を保有中にかかる手数料は年率 0.1388% と、全世界株式への投資を目的としたインデックスファンドの中では業界最安水準となっています。また直近半年のリターンはマイナス 1.10% 程度、さらに価格変動の大きさを表すリスク標準偏差は 17.08 程度となっています。また左下のグラフの水色の部分は本ファンドの純資産の推移を示したものです。ファンドの純資産が減る、つまり資金が流出すると不安定な運用となってしまいます。その点 SBI V 全世界株式は右肩上がりで順調に純資産が増えており、健全な運用が期待されます。ファンドの純資産総額はファンドの月次レポートなどから定期的に推移を確認しておくと良いでしょう。次に SBI V 全世界株式インデックスの構成比率を見ていきます。
こちらのグラフは左側が組入れ上位国の比率、右側が組入れ業種、セクターの比率です。左側の構成国を見るとわかるように、アメリカが全体の6割近くを占めていることがわかります。2位は日本の 6% 程度で、3位以降は先進国や中国などの新興国となっており、このファンド1本で全世界の株式市場へ投資できていることがわかります。また、業種では米国のハイテク企業が多いこともあり、情報技術セクターの割合が高い点が特徴です。基本的に株式へ長期分散、積み立て投資を行う場合、このファンド1本でこと足りると言えるほどの内容になっています。それでは次に4位の銘柄を見ていきます。第4位は、こちらも SBI V シリーズの投信、SBI V 全米株式インデックスでした。こちらの投信はアメリカ株式市場への投資を目的としたインデックスファンドで、CRSP US トータルマーケットがベンチマークとなっています。信託報酬を含む管理費用は年率 0.0938% となっており、米国株式への投資を目的とするインデックスファンドとしては業界最安水準となっています。また、直近1年のリターンは米国株の下落もあり、マイナス 7.66%。さらに、リスクは年率 23.66% となっています。次に、SBI V 全米株式の構成銘柄を見ていきます。こちらの表は、組入れ上位10銘柄の比率を表したものです。アップルやマイクロソフト、アマゾンなど全世界でも有名な企業が多く組み込まれています。また、投資の神様としても有名なバフェット氏率いるバークシャーもランクインしています。S&P500 連動型の投資には入っていない中古型株も組み入れられているので、アメリカの株式に分散投資したい方に人気の商品となっています。それでは、ここからトップ3の銘柄を見ていきましょう。第3位は、三菱 UFJ 国際投信が運用する eMAXIS SLIM 米国株式 S&P500 でした。こちらの投信はアメリカ株式市場への投資を目的としたインデックスファンドで S&P500 がベンチマークとなっています。また、信託報酬は年率 0.0968% で SBI V シリーズの米国株ファンドと比較するとやや割高となっています。また、直近1年のリターンは米国株の下落もありマイナス 6.09%。さらに、リスクは年率 23.06% となっています。次に、eMAXIS SLIM 米国株 S&P500 の構成銘柄を見ていきます。こちらの表は、組入れ上位10銘柄の比率を表したものです。SBI V 全米株式の時と同様に、アップルやマイクロソフト、アマゾンなど全世界でも有名な企業が多く組み込まれています。ただし、ベンチマークがアメリカの時価総額上位約500社から構成される S&P500 となっているので、全米株式と比べると上位銘柄の比率が高くなっています。全米株式に入っている中古型株は含まれませんが、アメリカ経済を牽引する大型株に厚めに投資したい方に人気の商品となっています。それでは次に2位の銘柄を見ていきます。第2位は、またまた SBI V シリーズの超低コスト投信 SBI V S&P500 インデックスでした。こちらの投信は第3位の eMAXIS SLIM 米国株式と同様にアメリカ株式市場への投資を目的としたインデックスファンドで S&P500 がベンチマークとなっています。ただし、信託報酬を含む管理費用は年率 0.0938% となっており、米国株式市場への投資を目的としたインデックスファンドとして業界最安水準となっています。また、直近1年のリターンはマイナス 6.11%、さらにリスクは年率 22.99% となっています。次に SBI V S&P500 インデックスの組入れ上位10銘柄を見ていきます。こちらのファンドも eMAXIS SLIM 米国株式と同じように、アップルやマイクロソフト、アマゾンなど全世界でも有名な企業が多く組み込まれています。 S&P500 をベンチマークとするファンドで最安コストとなっているためか、 eMAXIS SLIM 米国株式よりも一つ上の順位となっています。それではいよいよ1位の銘柄を見ていきます。 SBI 証券積立 NISA 積立件数栄えある第1位は eMAXIS SLIM 全世界株式オールカントリーでした。この投信は日本を含む全世界の株式市場への投資を目的としたインデックスファンドで、MSCI オールカントリーがベンチマークとなっています。信託報酬は年率 0.1144% となっており、第5位で解説した SBI V 全世界株式と比べるとやや割高なものの十分な低コストです。また直近1年のリターンはマイナス 5.88% で、リスクは年率 21.15% となっています。次に eMAXIS SLIM 全世界株式オールカントリーの構成比率を見ていきます。第5位で解説した SBI V 全世界株式と同じようにアメリカの割合が6割程度になっています。
ちなみにこの6割近い米国株の部分にはアップルやマイクロソフト、アマゾンなど EMAX スリム米国株式に入っている銘柄が含まれます。ここでここまで解説したランキングをまとめていきます。積立件数の上位の5銘柄とその投信の手数料、信託報酬はこちらの表のようになります。低コストで米国や全世界の株式市場に分散投資できる投資信託が上位を独占しました。ちなみに楽天証券の場合 SBI V シリーズのファンドが購入できないので、手数料が安い投資信託を購入積み立てしたいのであれば、やはり SBI 証券がおすすめです。次に SBI 証券のランキングの偏りを検証するために楽天証券など他の証券会社との比較を行っていきます。早速こちらの表をご覧ください。こちらの表は SBI 証券と他のネット証券のランキングを比較したものです。 SBI 証券で上位にランクインしている SBI V シリーズのファンドは楽天証券では購入できず、マネックス証券でも SBI V S&P500 しか購入できません。そのため他のネット証券では EMAX スリムシリーズの超低コストファンドが上位を占めています。信託報酬は SBI V シリーズのファンドが安いですが、他のネット証券でも投信積み立てを行いたい方は EMAX スリムシリーズのファンドを利用するといいかもしれません。最後に積み立て NISA で購入する投資信託はどのような銘柄がいいか、選定基準や注意点について解説していきます。積み立て NISA 口座の銘柄選定のポイント、注意点は主にこちらの3つです。まず自分自身や家族のリスク許容度、最大損失幅を理解してそれをもとに資産配分を決める。決定した資産配分の中でNISA口座の非課税メリットが活かせる銘柄を選ぶ。同じ投資先やベンチマークの投信なら手数料が安い投資信託を選ぶの3つです。皆様一人一人のリスクを把握しつつ手数料の安い投資信託を選び、少しでもお得に積み立てNISAを利用しましょう。各銘柄選びのポイントの詳しい解説はこの動画概要欄の別動画をご覧ください。はい、それでは今日の動画のまとめに入っていきます。本動画は以下のような内容でした。 SBI 証券の積み立てNISAでは SBI V シリーズの投信積み立てが人気、楽天証券など他のネット証券では SBI V シリーズが購入できないこともあり、 EMAX スリムシリーズの投資信託がランキングの上位。積み立てNISAではリスクを把握した上で手数料が安く非課税メリットが活かせる投信を積み立て購入する、このような内容でした。 SBI 証券でお得に投資信託の積み立てを行う方法や、また SBI 証券を口座開設したらやっておくべき設定や注意点などの詳しい解説は動画概要欄に掲載した別動画やブログ記事をご参考ください。またわからないことがあれば YouTube のコメント欄やインスタグラム、ツイッターなどから気軽にご質問ください。そしてこの動画が役に立った、面白かったという方は高評価、チャンネル登録いただけると嬉しいです。皆さんのコメントやいいねなどの応援が大変励みになっています。本当にありがとうございます。マネーの研究室ではお金に関する様々な動画を配信しています。面白かった、役に立ったと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。